せーの、ちょっと待って。お、皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。聞こえてますか？ちょっと聞こえてるかな、聞こえてるかな。ごめんなさい、聞こえてますか？あ、まだ聞こえてないかも、ちょっと待って。さあどうかな、聞こえてる？あ、よかった。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は突然なんですけど、ストックホルムに来ています。しかも一人なので、今日は残念ですけど息子くんと、リカパパはいません。ちょっとだけ街の様子をお見せしたいと思います。今ちょうど空港で、ルレオから飛んで、この前の動画でも出したアーランドエクスプレスっていう、電車に乗ってセントラルステーション中央駅まで来ました。今ちょっとあんまり他の人を映さないようにした方がいいかなみたいな、こんな感じですね。で今日は、ストックホルムすごいお天気が良くて、3度ぐらい、あ、もうちょっとあるか、なんかさっき天気予報見たときは3度ぐらいだったと思うんだけど、今時間は12時半ぐらいかな、お昼の12時半って感じです。そう、まさかの一人なんです。ちょっと今日はいろいろやることがあって、ストックホルムに来ました。今日は実はですね、ここに見えるかな、マイクを仕込んだんだけど、さとこさんありがとうございます。そう、マイクを仕込んでいるのでちょっとは聞こえやすいかなと思うんですけど、大丈夫ですか？前にライブをした時に音がすごい聞こえないということで、たくさんの方にスーパーチャットとかスーパースティッカーでこの投げ銭をしていただいたので、その時のお金でピンマイクを購入しました。本当はね、この旅も動画にしようかなと思ったんですけど、ちょっとあまりにもこう、なんかちょっと忙しすぎて編集する時間がないなっていう感じだったので、もうちょっとライブにしちゃいました。ということで、皆さんね、いつもスーパーチャットとかいただいてありがとうございます。こういう、マイクとかの機材にいつも使わせていただいてます。あ、バーガーキングがあった。ベルトのねじれが気になる？これ？ちょっと待ってね。ありがとう、教えてくれて。これでいいかな？さあ、ということで、今ちょうど、今後ろ向きだからいいかな。これこの前泊まったホテル、グランドセントラル、スカンディックっていうところのグランドセントラルの、ホテルの前に来てますけど、別に今日はホテルに来たわけではないんです。さて、皆さん。今日は私何しにストックホルムに来たでしょうか。突然のクイズです。ちょっと旅行気分で歩いてもらえたらなと思いますけど、お、すごい人がいっぱいそう、今日はめちゃくちゃいい天気だから、今ちょっとチャットがいっぱい出てきたね。お、すごい、皆さんさすがですね、結構いろいろ。ハロウィンのお菓子を買いに投票かな、ジャケットというのは冗談で投票でしょうか。あ、でも選挙投票、仕事、仕事もね実はあるんだよね。アメリカ大使館今日はね行かないです。その話の続きはちょっとまだあるので、この前の動画の話の続きが、なのでそれをちょっとまた話をしたいとは思いますけれども、さあ皆さんどうですか。まだ正解言ってないですからね。投票っていう方が多いかな。
衆議院議員選挙の在外投票かな。あ、すごい救急車が、救急車が。どうですか、声聞こえてますかね。一応マイクちゃんと入ってる感じなんだけど、これ近いのかな、マイクが大きい音。どう皆さん、綺麗な街ですね。そうそうそう、綺麗な街だよ。特に今日はもうこんないい天気。ここ今ちょうど公園が来たので、こういう感じのところです。あ、よかった、クリアでよく聞こえてるって。そう、ピンマイク、ワイヤレスマイクをね買いまして、こんな感じでちょっと今ストックホルムをお散歩しております。すごいここ芝生に落ち葉がいっぱい落ちてて、とっても綺麗なところですね。まだね正解言ってないけどねということで、まあそろそろね正解をね言いましょうかね。もう皆さんもご名答ということで、私選挙にやってまいりました。来週、今日金曜日だよね、まだ日本も金曜日だよね。で、あれどっちだっけ、金曜日で、その来週の日曜日、あさってじゃなくて来週の日曜日に日本では選挙がね行われると思うんですけれども、海外に住んでる在外邦人も選挙投票ができるということで、まあ、いろんな方法があるんですけど、結構郵便投票とかだと投票用紙を取り寄せたりとかすごい大変なので、僕はだいたいいつもその住んでる国の在外公館とかで投票することが多いですね。ロンドンの時はずっとロンドン市内に住んでて、そこに大使館があったのでいつもそこで投票してたんですけど、今ちょっとルレオに住んでると、ちょっとこうストックホルムまで来ないといけないので、ちょっと結構大変なんですけどね。まあでもしょうがないなと思って、だいたいね4000クローナぐらいなので、どうだろう、4万5000か 5万までいかないかな。まあでもそれなりのお金をかけてやってきました。高い投票券ですよでもやっぱりなんかすごい大切なことなので、本当になんていうのかな、それをかけてでもその1票をこう届けたいなと思って、今日はストックホルムにやってきました。今週はですね、めちゃくちゃちょっと忙しくてですね、動画も2本出したりとか、したりとか、ちょっとまだ今ここで言えないんですけど、いろんなお仕事をしたりとか、リカパパもすごい忙しくて、ちょっと来週あたり一気になんか簡単な編集の動画を出して、いろいろご報告をしなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、そんな感じでバタバタしてて、今回ちょっともう投票いけないかなと思ったんですけど、ちょうど今日のね、さっき日本時間の夕方6時に出した動画の編集が割と早く終わったので、なのでもう金曜日は1日空けられるかなと思って、朝10時ぐらいの飛行機に乗って、今11時半ぐらいに、ちょっと遅れて11時半ぐらいに着いたのかな、ストックホルムに。それで今歩いてるところです。ただね、まだ投票の時間、空いてる時間は結構まだあるので、今からちょっとお腹空いたのでランチを食べてから、あとここのストックホルムに住んでる他の日本人のお友達がちょっと投票行くっていうことだったので、一緒に行こうかなと思っています。まあ、本当に選挙は大切だなと思っていて、この見てくださる方の中で今これライブですけど、アーカイブも残すので、なんか日本料理屋さんがあったよ、寿司だってそう、アーカイブも残すので、たくさんの方に見ていただいて、ぜひ投票に行ってもらえたらなと思って、ちょっと今日はライブをすることにしました。皆さんはね、そんな4万も5万もかけて行く必要はないと思います。地域のところで投票できると思いますので、ぜひ
行っていただきたいなと思います。本当に、まあ、どの支持政党があるとか候補者さんがいるとか、あと全然分かんないって方もね、いると思うんです。でもとにかくまあ、これちょっと語弊がないように聞いてほしいんですけど、もうどこでもいいからとりあえず行って入れてっていう感じです。投票率なんですけど、やっぱり投票率がすごいやっぱ日本は低いっていうことで、まあちょっと言い方を変えると、いわゆるこう年齢が上の方のその層の方の投票率は高いと。そうすると政治家はそういう人たちのための政策しかこう目を向けなくなってしまうんですよね。もしこれを見てくださる方で18歳以上で投票のね権利がある方はぜひハガキを探して行ってもらえたらなと思ってます。あ、スパチャね、シュウさんありがとうございます。ハチーさんもね、選挙権を得てからしっかり投票に行ってますということで、あと皆さん本当にそう思いますとかいっぱい言っていただいてますね。ちょっと今ちょっとご飯を食べに行こうと思ってるんだけど、このライブをしてるから地図がGoogle マップが開けなくて、ちょっとミツパパ迷っちゃったかもこれなんかライブしながら歩いてたから分かんなくなっちゃった。なんかまあいいか、ちょっとこっちかなそうなので、ごめんなさい、話がねいつもこうぶつ切れで申し訳ないんですけど、ぜひ投票に行っていただきたいなと思っています。本当にこう一票入れても変わらないとか、そういうふうに思いがちかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、やっぱりそのさっきの話だと、若い人たちの投票率が上がったなっていうと、その政治家たちは若い人に向けての政策をやんなきゃな、例えば学費を安くしようとしなきゃいけないなとか、いろいろあると思うんですよね。で、分かんないなりに、でもなんとなく自分で投票した人とかが、投票した時はこうどんな人か分かんなかったとしても、それでこうその人の名前を覚えて、ニュースでなんかその人の名前が出てきたなと思ったら、こういろいろ耳がこう開くだろうし、なんかそんな感じで、なんか全てが完璧に分かる必要はないと思うんだけど、少しでも興味を持ってこう関わってもらえたらすごい嬉しいなと思っています。今は学生でね、選挙権はまだないけど投票しようと思ったとか、先日の地方選挙では数十票差で決まりましたって、そういうこともあるから、本当に1票差で決まることももちろんあるし、その1票でね、すごい自分たちの住んでる社会がすごい変わると思うので、ぜひ行ってもらいたいなと思います。で、ちなみにそうスウェーデンの投票率っていうのが ものすごくめちゃくちゃ高くて、やっぱり80% 以上あるのかな、確か全体でも、3年前だったかなの、国税選挙だったんだけど、やっぱりそういうのもなんかよく福岡はいいねとか、福祉がなんか整ってるねとか、いろいろ言われることもあるんだけど、それも別に政治家の人たちが偉かったわけじゃなくて、なんかみんなが投票行ったから、なんか政治家が国民の言いなりになってるっていう風に、すごい言い方悪いけどねいいことなんだけど、極端な言い方するとそんな感じだと思います。あ、俺合ってるな、合ってるけど多分これでいいんだよね、多分じゃあこのまままっすぐ行けばいいのかな。でもちょっと街並みがちょうど線路の横でいまいちかなと思ったんだけど、綺麗なのでちょうどいいかも。そうなので、本当にその自分のまあいろんな争点とかってあると思うんだけど、もう全部わかる必要なくて、自分にとってはこれが一番大事だって思うことのポイントだけをチェックして、でそれが一番自分と合ってるところだけ選ぶとかっていうやり方もあるし、本当にこう諦めずにこう投票に行っていただきたいなと思うし、もし周りとかにも、もし友達とかお知り合いとか家族とか行ってないなっていう感じの人がいたら、ぜひ行ってもらいたいなと
思います。でその今ちょうどね質問でも質問じゃないあのコメントでも投票率高い日本と何が違うんだろうっていうね、コウさんかな、ゴーさん、A さん、わかんない、ごめん読み方わかんないけど方の、コメントもあったんですけど、やっぱり若い時から その民主主義の教育っていうのがものすごいしっかりしてるっていうのが違うかなと思います。4月ぐらいに出した動画で幼稚園の先生になるための準備をしてるあゆみさんにいろいろ聞いたんだけど、すごいヘリコプターがやっぱりその幼稚園の頃からその民主主義、一人一人の声っていうのがあるんだよっていうことをしっかりと幼稚園の頃から教えてる、自分の意見を持ってそれを伝えるってことが大事なんだよっていうことを幼稚園の頃からやっぱり教えてて、やっぱすごいそれが効いてるのかなと思います。でそれとそうだね、なんていうのかな、うまく言えないけど、なんか結構投票とかって日本とかだとクラスの学級委員を決めるみたいなそういうイメージあると思うんだよね。で勝った人が投票票を一番取った人がなんかこうなんていう全部勝つみたいな風に思われがちなんだよね。でもちろん日本のその国会とかを見ててもそういう感じの運営にはなってるんだけど、でもやっぱそこにも政権与党とかにならなかった政党とかの候補者たちもそこにいるってことは、その人たちは国民の代表ということで選ばれてるわけだから、ちゃんとそこで自分たちの声がその代表者の人たちの体を使って伝えてもらえるっていうことなんだよね。だからそこら辺がすごい、なんかタバコの匂いがして、ごめんなさい、ちょっと声聞こえるかな。なのでなんていうのかな、もしその自分の投票した政党だったりとか自分の投票した候補者だったりとかがもし当選しなかったとしても、それから、その他の仲間がいるわけだし、他のなんだろう、国会に行けばね、だからやっぱちゃんと投票に行くっていうことが、投票率を上げるっていうことがとても大切だと思います。あ、よかった、今日すごい風が強いんだけど、やっぱマイクあると全然違うんだね。みんなちゃんと聞こえてますって教えてくださってありがとうございます。同性婚の、僕らに関してはやっぱ同性婚の話っていうのはとっても大切な話だなって僕は思ってるんですけど、本当に政策っていうのはそれだけでもないので、もう本当それ人それぞれだと思います。僕自身は、ここでこうどの政党ということは言わないですけど、同性婚に関してやっぱ推進しようとしている方たちとか政党っていうのを応援したいなと思いますし、その中でもやっぱり細かい他の政策はこう一致しない人たちっていうものもいるので、それはね、皆さんもおいおいあると思うんだよね。あ、でもちょっと待って、道分かってると思うんだけど、多分大丈夫だよ、まだここじゃない気がするもうちょっと歩きましょう。ちなみに今日は今からラーメンを食べに行きます。ストックホルムにしかラーメンはないんですということで、あ、今なんかスパチャいただいたね、すいません、ありがとうございます。あ、米本さん、いつもありがとうございます。今日のね、飛行機代にさせてもらいます。ありがとうございます。今日はすっごい秋晴れで、もう最高にライブとしていい日だったね。どうですかね、皆さん選挙行ってますか？なんか、もし今までは行ってなくてもこれから行こうと思う方とかいらっしゃったらね、ちょっといろいろご意見を書いててください。どの政党がいいとかそういうことをね書き始めちゃうとちょっとめっちゃかめっちゃかになっちゃうんですけど、今皆さんに聞きたいなと思うのは、皆さん投票行ってますかっていうことですね。あ、選挙お休みしたことないですって方もいますね。僕も多分ね、すっごい昔まで若い時に1回か2回だけミスったことはあるかな。でも基本的にはなんか行ってますね。学校で模擬投票いいね。
学校の模擬投票もねすごいいっぱいやってます。スウェーデンでもね高校とかだと絶対模擬投票やってますね。僕が行ってたね語学学校ですらやってましたね。移民の人たちはもちろんないわけなんですけど、投票の権利、国税選挙に関しては。だけどやっぱそれでもその国政選挙の時にこの模擬投票みたいなのがあって、まあ、それだけ政治に参加するっていうこと、政治にっていうか、まあ、社会の中にこうちゃんと組み込まれてるっていうのを実感させるために模擬投票とかねやってます。そうなんですよね。恥ずかしながら行ったことないですって方もねいると思います。まあ本当にそういう人たちの方が大多数だからね、今日本の場合は。だからまあそれをなんか、まあ、恥ずかしいって思うのであればぜひ行っていただきたいなと思います。なんかさ、本当街並みとか全然紹介してないけど雰囲気だけで味わってもらっていい？今すごい綺麗なとこ来たんだよね。なんかちょっと広場みたいな、すごいザ・ヨーロッパみたいな感じだよね。割とこんな感じでもね、私が行きたいラーメン屋さんはどこに行っちゃったか分かんないんだよね。だからそろそろライブを終えてラーメン屋さんを地図で Google マップで探さないといけないような気がします。今日は本当にねストックホルムなかなか来ることないんですけれど、こういうチャンスもあったし、皆さんに伝えたいこともあったので、スパチャいただきました、ありがとうございます。リエさん心に響いてます、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、本当にこのなんていうのかな、今すごい2人パパのチャンネルも大きくしていただいて、こう15万人とか感じだと思うんですよ。で毎回動画を出すとなんかもうほんと10万回以上とか再生していただいてて、それだけの方に見ていただけるようになったんだったら、ぜひこういうメッセージを伝えたいなと思って今はライブをしています。皆さんね、本当にさっきもいっぱい、コメントいただいてます。スウェーデン在住小学生の子どもがいますが、スウェーデンでは自分たちで未来は変えられるという教育をしています。子どもたちも社会の一員という教育が投票率に影響してるんでしょうね。もう本当にね、まさにそういうことだと思います。青空と街並みとミツパパのコントラストが素敵すぎる、 ありがとう、嬉しいです。行かなかったことありませんっていう方もねいますね。テレ東が時々同じような配信をしています。そうね、テレ東さん僕もよく見ますね。はい、あとはもっと現役世代に優しい政治になってほしい、それにはやっぱり一人一人が選挙に行くしかないですね。いや本当にそうだと思います。それかラーメン食べたいよね、僕も早くラーメン食べたい。あ、ちょっと待って、今すごいいっぱいなんかすごいいっぱい来ていただきました、すみません、ありがとうございます。川とんびさん、息子このやつ代にありがとうございます。あとさっきも言ったんですけど、今日はねピンマイクをつけているので聞こえますか。なのでこれもね皆さんのスパチャで購入しました。本当に助かってます。それから、あ、梅屋さんいつもありがとうございます。お地蔵さんかわいい。あいつこさん、ラーメン代の足しにしてね、ありがとうございます。今こんな感じの街並みです。次は、あ、また梅屋さん、もう2回もいただいてありがとうございます。アンナさん、ありがとうございます。私も未来を変える一員として久しぶりの投票に行きます。未来はどんどん良くなるよ。そうだね、本当そうだと思います。嬉しいです。今すごい街並みが綺麗で、今日は本当天気がいいからこんな感じですよ。もうまさかのこんな感じです。皆さんナイス、あ、またいただきましたね。飛行機代金の一部にしてください。キムさん、ありがとうございます。もう本当にね皆さんの気持ちはありがたいと思います。今回ね、先ほども言いましたけど飛行機代が4万5万ぐらいかかってますので、そちらの代金にもちょっと回させていただきたいと思います。あ、今もう一つまたいただいたね、 MA さんありがとうございます。多分ねもうそろそろここら辺だと思うので、今日のねライブ配信はこれで終わりたいと思います。今気温多分ね、さ
なんか予報ではさっき見たときは予報はさっき4度ぐらいだった気がしたんだけど、もっと暖かい気がする。なんか風はちょっと強いけど天気がいいからめちゃくちゃね綺麗です。ここら辺ほら食べ物屋さんになってきたからそろそろここだと思うんだけど、まあ、ということで皆様今日はライブ配信突然だったり、あすごい2000人近くの方が見ていただいたらありがとうございます。あのまたねこういう今やっぱ皆さん旅行に行けないということで、あ旅行動画もまた来週出します。あと今日の出した動画もねまだの方ぜひ見てください。あのリラダーグとのコラボなのであのすごい面白いです。あの僕が撮って編集した動画と同じ空間にいるのにリラダーグが撮って編集した動画と全然違くてめちゃくちゃかっこいいからあっちはなのでぜひ皆さんねあの見てください。あここじゃない多分、あすごい奇跡的に見つかったとてもラーメン。ちょっと待って見えるかな、ちょ他の方が来ちゃった。こんなとこですということで皆さんさよならヘイドー。えこれどうやって切るんだっけちょっと待ってね、どうやって切るのかな、ちょっと待ってどうやって切るか分かんなくなっちゃったんだけど、あこれか、ライブ配信を停止してもよろしいですか、終了。